アイリーン・ングレイは、アイルランド生まれの女性家具、インテリアプロダクトデザイナー、建築家。主に、フランスで活躍した。1878年、アイルランドのブラウンズウッドに生まれる。1901年、ロンドンのスレード美術学校に入学。1902年、フランス・パリのアカデミー・コラロッシュとアカデミー・ジュリアンで芸術を学ぶ。1905年、 イギリスに渡り、漆器修理を営む D. チャールズの店で働く。1906年、パリに渡る。日本人学生、菅原忠氏作りに出会い、漆工芸を学び作品を生み出す。1913年、第8回装飾芸術家協会展に招待出品。ファッションデザイナー、ジャック・ドゥーセと出会い、プロフェッショナルとしての道が開ける。 1919年、帽子デザイナー、シュザン・ヌタルボットのために、パリ、ロタ通りのアパルトマンのインテリアを手掛け始める。一人のデザイナーによるトータルなインテリアデザインの先駆となった。1920年には、ショールームギャラリーを開設。1922年にインテリアデザイン事務所、開設する。1923年の、第14回装飾芸術家サロン展に、 モンテカルロのブードゥなるベッドルームを出展する。繊細な造形感覚や優雅な空間性はオランダでスティルの建築家 JJP アウトに賞賛されて広く紹介される。これをきっかけに同時代を代表する近代主義の建築家たちと接点を持つようになっていった。1925年スチールパイプ製の家具製作を試みる。 E-1027、サイドテーブル建築家デビューすべく1927年から1929年にかけて、フランスロクブリュヌイコールカップイコールマルタンに、自身の別荘 E-1027 を設計。内装と家具と共に代表作として知られる。1926年に発表された、クブリュヌイコールカップイコールマルタンに立つ別荘は、 自身と恋人のジャン・バドビッチと過ごすための暮らしやすさを第一に考えられ、二人の名前から E-1027 と名付けられた。客人として訪れたルコルビュージエは、あまりの居心地の良さに入り浸り、壁画を残している。建築内部の装飾を配し、モノクロームに仕上げた空間に操作しているが、完全にアールデコのモチーフは影を潜めていて、 近代建築の造形館でデザインが形成されているが空間の連続性や基地に富むディテール性は注目を受けこの一軒の住宅によってモダンデザインのインテリアを示して各方面に多大な影響を与えることとなったまたこの家の家具としてデザインされた家具群は後に代表作としてレプリカ制作され製品化された これらの中には白い革バリアームチェアビベンタム、風材フレームとメタルジョイントの革クッション、トランザットなどがあるが、サイドテーブル B-1027 に至っては、ニューヨーク近代美術館の永久コレクションに収められていて、人気を博している。ちなみに、この別荘の立つ海岸付近で、ルコルビュージンへは溺死したと伝えられている。 1930年から1931年には、ジャンバドビッチのために、パリのワンルームアパルトを設計している。メタリカルなカーテンや、パンチングメタルの使用、ミラーやアルミコルクのキャビネットを導入した。1932年から1934年に、かけては、第二の別荘カステラーの家を設計した。海沿いの行動と他の家の指導に挟まれた。 牌昇な敷地に、荒い割り質味壁から立ち上がる白壁と、テラスや、テラスにエントランスブリッジをかけ、連想窓と、スティール枠の木製ルーバー引き戸で構成する、開口部と空間をリビングへ流れるように、構成している。戦時中しばらく空き家にしていたが、戦後さらに改修し、1956年に、パリに戻るまで、ここで暮らした。 1923年に制作発表した引き出しが回転するスモールチェアなどもこの家でも使用され残されていた1937年パリ博覧会ではルコルビュージンエラーと仕事をする1950年代から視力の悪化により引退1976年パリで死去98歳受賞歴は1972年 英国王立芸術家協会、認定王立産業デザイナー及び、ルディ称合授与、アイルランド王立建築協会賞など、ありがとうございます。